総勢1231人の応募者から選ばれた9人組ガールズグループ20は、去年12月にデビューをしてから、特に幅広い層からの人気を集めています。その中でも、小動物のような可愛らしさと、自然体な安定感のあるパフォーマンスで、デビュー後も注目を集めているのがリクです。今回はいつも明るくユーモアたっぷりなリクの魅力をご紹介します。2002年10月26日に京都に生まれたリクは、現在18歳で、20のエネルギッシュなリスというキャッチフレーズの通り、小動物のような可愛らしさとエネルギッシュさで、20を常に明るくしています。虹プロジェクトでは、可愛らしい見た目からは、想像ができない特技の空手を披露し、周りに強い印象を残しました。さらに歌は、本格的に習ったことがないのにもかかわらず、完璧な呼吸法ができていると評価を受けます。しかし、ダンスは未経験だったことから、ダンスは独学がゆえの荒さが目立ち、動きと動きの間にグルーブがない。関節の使い方が分かっていない、と指摘を受けてしまったものの、空手で培った体幹を活かし、オーディションが進むにつれ凄まじい成長を見せてくれました。最終的には、JI パークに、1ヶ月のトレーニングを受けた練習生に僕が期待できる最高のレベル。僕がガールズグループに期待するすべてを見せてくれた。リクさんが虹プロジェクトにいなかったらどうなっていただろう。という思いが頭をよぎるほど、と言わしめました。そして、最終順位2位という好成績で、20のメンバーとなったのです。明るく、大きな声でハキハキと話すキャラクターなリク。京都出身でバリバリの関西弁なこともあり、メンバーと一緒にいる時や、カメラの前では、ついついふざけてみんなを笑わせたりと、周りを笑顔にする力に優れています。日ユーのファンに、リクの魅力は、という質問をした際には、関西弁でノリが良くて、日ユーのムードメーカーなところ、見た目に反してハイテンションな関西弁が可愛すぎる。方言で話しているところが可愛い、などの関西弁に関するコメントが多く寄せられました。リクに虹プロジェクトについて、ファイナルステージの前日の過ごし方は、というインタビューをした際には、明日で自分の運命が決まるという実感よりも、自分が脱落してしまったら、もうメンバーのみんなと一緒にいられなくなってしまうという寂しさが強かったので、思い出作りにゲームをしたり、今までの出来事とかを話したりしていました。すごく楽しかったです、と答えています。離れてしまうかもしれない可能性に悲しむのではなく、離れてしまう可能性があるなら、最後にみんなでゲームをして楽しみ、思い出を作ろうと前向きに考えるリクの行動に、ポジティブで素敵だとファンは大絶賛しました。リクがいたからこそ、最後の夜はメンバーにとって最高の時間になったのかもしれません。それはリクが本当に明るい性格だからこその行動だったのだと思います。また、一番思い出に残っているミッションは、という質問では、ミッションさんのハートビートです。男性の曲に挑戦したことがなくて不安もあったのですが、私たちのチームワークが本当に良くて、振り付けとかもみんなで案を出し合って作ったところもあるので、この曲の練習が本当に楽しくて仕方なかったです、と答えており、大変なことも楽しんでいることもリクの魅力なのかもしれません。20メンバーから見た、リクってどんな人というメンバーに質問したインタビューでは、ほとんどの人が明るくユーモア溢れる人だと語っています。リマはいつも明るくて本当に面白いです。とにかく場を明るくしてくれて、いつもお腹が痛くなるまで爆笑することが多いですね、と答えており、ミーヒも関西弁でギャグセンス抜群。いつもメンバーを明るく笑顔にしてくれます、と答えていました。常に明るく、ポジティブで周りを笑わせる能力にも優れているリクは、20メンバーにとって元気の源なのでしょう。そんなリクが歌手になりたいと思ったのは幼稚園の頃です。その夢をずっと持ち続け、中学3年生くらいの頃には K-POP アイドルに憧れるようになりました。そんな時に虹プロジェクトの開催を知り、参加を決意したリク。JI パークの目の前でパフォーマンスを披露した時の心境を後に、テレビで見ていてすごく尊敬していた方なので、
まさか自分が J.I. パークさんに評価をいただける立場になれると思っていなかったです。たとえ地域予選で落ちたとしても、悔いはないと思うくらい、嬉しかったです、と語っています。そして夢を叶えデビューを勝ち取り、歌手としてスタート地点に立った陸は、国境を越えてたくさんの国の人から愛されるようなアイドルになりたいなって思うし、二重って言ったら誰も知らない人がいないぐらいの大きな存在になりたいなって思っています、と新たな目標を語りました。個性的で魅力あふれるメンバーが揃っている二重。陸が語っていた、二重って言ったら誰も知らない人がいないぐらいの大きな存在になりたい、という新たな目標は、すでに叶いかけてきているのかもしれません。これからの二重のさらなる活躍に目が離せません。ご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。